キルティねえ、というわけで逆転裁判3全部やり終えました。いやーすごかったですね、最後まで。いやーすごいですね。こんなにね、いろんな事実がつながってくるとは思いもせずですね。まあね、最後綾里貴美子さんが出てくるとかさ、はい、綾里舞子さんが出てくるとかさ、すごくびっくりしました。本当によく考えるよな衝撃的でしてね。まあ最後はね、見事フィナーレ大団円をね迎えたわけですけども大団円ね、はい、まあちょっと忘れてるか、みんなまだ。はい、毎回言ってるけど忘れてるよね。何やるんですか。弁護活動ね、逆転裁判、弁護士の、はい、ゲームですよね、はい、刑事弁護のゲームですよね、はい、そうです。これ一度も刑事弁護してないのよなこのゲーム始まってワンツースリーとやったけど、一度も刑事弁護してないんですよ。こんなに事件がたくさんあったの、はい、何年にもかけてやってるんですけど、一度たりとも刑事弁護してないんで、うん、まあね、まあ、もちろん冤罪を晴らすのも刑事弁護ですが、刑事弁護のメインはね、毎度言ってますように実際に罪を犯した人をどう弁護するかというのが、まあ、刑事弁護のメインですので、うん、それをちょっとやっていこうと思います今回も、はい、で毎度言っておりますが、ネタバレ山ほどありますんで、うん、まだ見てない人はもう当然見てからにしてください。ゲームを買うなりやるなり見るなりしてからもちろん見てくださいね。冒頭でちょっと言っちゃいましたけどね。なんか言いましたっけ、はい、まあね、キミコさんがどうとか舞子さんがどうとかね、言っちゃいましたけど、まあまあまあ、まあ、自己責任ということで、うん、じゃあまず第1話、思い出の逆転ということで、なるほどくんが国人と急になりまして、千尋さんの2回目の法廷ですかね、はい、1年目ですかね、千尋さん、まあ、1年ぶりと言ってます。1年ぶりから、まあ、弁護士としては2年目ぐらいなんでしょう、ね、で、まあ、2回目の法廷ですかね、はい、まあということはですね、やっぱ1年に1回ぐらいしか刑事弁護してないわけですから、はい、結構少ないですね、やっぱ1年目2年目にしては。通常は、うん、通常はまあもちろん事務所にもよります。刑事弁護ほとんどしない事務所もあります。企業法務中心にやってるところとかはね、特にそうかもしれないし、まあ民事事件で基本的に手一杯で刑事受けれないっていう人もいますんで、結構まあ民事中心にやってるのかな、千尋さんはまあそうなんですかね。そうじゃないですかね。なのか、まあ、あの時星影先生の事務所か、なんか星影先生のあの事務所、結構なんか中小企業の顧問とかいっぱい持ってそうな事務所なんでそこのクライアントの仕事が多いんじゃないですかねどこからそんな風に思ってた。いや、なんか事務所の感じ、星影先生の感じからして、なんかいわゆる町弁で一般民事やりまくってますって感じじゃないと思う。ちょっと羽振りのいい感じするじゃないですか、まあ、なんかお金持ちそうな感じですね。なのでやっぱある程度企業の仕事もしてる、まあブル弁に近い存在、ブル弁、ブルジョア弁護士というんですけど、そんなことなんですね、ブル弁っぽい感じもあるんでね、まあそれに憧れてるのか実際そうなのか分かんないですけどはい、だからね、やっぱ企業の忘年会とかいっぱい連れていかれてるんじゃないですかねちょっと星影先生の考察長いですね。千尋さん1年目でねちょっともう事件の話、1年目2年目で長いな、星影先生、星影先生に、ね、なあ顧問先の忘年会いっぱい行って忘年会、ああ年末酒ばっか飲んでんなみたいな風邪ひく弁護士多いねんな、その時期な、ちょっとその考察はちょっと分かんないですけど、事件の方、いや事件はですね、まあ飲んだ菊蔵さんが被害者、はい、大学生ですね、はい、でなるほどくんが直前まで一緒にいて、被害者を突き飛ばした、はい、でなるほどくんが現場を去ったら実はその後感電死してたということですよね、はい、で、まあ、なるほどくんが最初
まあ犯人なんじゃないかと言われてましたけど、なるほど君が突き飛ばした時に大きな音がしたと、でそれは傘が壊れた時の音だったってのが分かるんですよね。で写真を見れば傘が落ちてた場所と送電線が切れてブラーンってなってるところが、まあ、結構距離があるから、はい、なるほど君が突き飛ばした時に感電したわけじゃなさそうっていう感じなんですよ、はいね、で、その後まあ宮崎ちなみがね出てきて、まあ犯行が可能だった時間は、送電線が切れたのが2時55分、午後2時55分、はい、で感電したであろうとされているのが腕時計が、被害者の腕時計が止まってた3時5分、この10分間現場にいたのは宮柳千奈美しかいないということで、まあ、かなり急に怪しくなるんですよ、ね、でその後、まあ、客観的な証拠で言うと、なるほどが現場に戻ってた時に千奈美が飲んだ菊蔵のそばでしゃがみ込んでたと、でそのことは言うなって口封じされてたんですよね、はい、口止めされてた、うん、っていうのが基本的な情報なんですよ、はい、でこっからあの法廷の中でね毒薬の話になるんですけど、はい、あのこれはねあの言ってしまえば今回の飲んだ菊蔵さんの殺害事件とは関係のない話なんですよ、はいはい、ですよね。あの宮崎ちなみがその薬学部から薬を盗んだとか、まあ、盗んだのかどうか分かんないんですけど盗んだ可能性は高い、はいはい、でそれを、まあ上野木総流さんに使ったかつあ、なるほどにも使おうとしていたっていう話が出てくるんですよ、ね、でここは結構議論のメインになってくるんですけど、飲んだ菊蔵さん殺害に直接関係ないんですよねこれ、はい、でねこれ飲んだ菊蔵がねそもそも他殺だという証拠も結局ないんですよ。ほうこれ、はい、感電死したという情報はありますが、うん、それは自己死なのか、ああその第三者他者によって感電させられたのか分かんないんですよ証拠上、はいはい、ねえそうじゃないですか。であの送電線に触れたのは、まあ、ほぼ間違いなさそうなんですが、どうやって触れたのか分かんないんですよ。で、まあ、宮城ちなみはまあ最終的にほぼ自白っぽいことをするんですが、まあこの毎回真犯人弁護そうですけど、まあ、自白があっても客観的証拠なければ有罪にできないですから、それを補強する自白を補強する証拠がなければ自白だけでは有罪にできないんで、はい、考えていくとね無罪かなって、ね、無罪飲んだ菊蔵殺害に関しては、はい、無罪じゃないかな。おー、宮崎千奈美は証拠不十分的な証拠不十分、そもそも他殺かどうかもわからない、あのなるほどと揉み合って例えば頭打って、うん起き上がった時にこうちょっと意識がフラフラしてね、まさか送電線があると思わないから自分で触れちゃったっていう可能性もありますし、はいはいうん、宮崎ちなみが電線を持ってこうやって直接ね感電させたっていう証拠ないんですよ、うん、例えばそこに宮崎ちなみの証拠が残ってるとか、うん、それこそ第三者の目撃証言があるとかない限り、うんうん、宮崎ちなみの自白だけでは有罪にできないと思います。うん、無罪じゃないですかねこれは。これはじゃあ無罪の方で弁護できる。できるんじゃないですかね。やっぱ証拠が何もないですから客観的な。まあ、そうですね。うん。お笑いじゃないですよ。毎回言ってるやつですね。言ってます。気づいてますよねみんな。結構喋りましたけど。十分気づいてますよね。ツリーで盛り上がって見に来て、はい、ね今回何に面白いこと言うのかなと思ったら。何も面白いこと言わない刑事弁護って面白いこと何もないですからね、うん、まあでも毒薬自体はかなり当然ね、うん、特殊でしょうし、はい、あの一般人が入手できるようなもんではないでしょうから、うん、状況証拠的にはね、うん、薬学部から宮崎ちなみが盗んできた可能性は高いですけどね、うん、まあそうですね、まあ、その窃盗罪ぐらいですかね立件できそうなことといえば、うんはいはい、
うん、でこの時に上野木宗隆の殺害事件の話も一応出てくるんでね、はい、一応その話しとくと、あれ自体も結局証拠不十分で立件されてないわけですよね。そうですね、裁判になってないですもんね、あれはね。でもそうですね、はい、だから多分捜査しても柳ちょみが犯人だという証拠が得られなかったんでしょう。うん、そうですね。だから裁判までたどり着かなかったっていうことですね、はいはい、なんか結構他のね被告人はバン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 5人逮捕するのにね、うん、柳ちょみの時は結構慎重ですよねこの警察ね。確かにそうですね。第2話、盗まれた逆転。これはですね、クラインの里秘宝店が高菱屋で開かれるということで、まあ、いくつかいろんな事件起こるんですが、まあ、最初にね、まあ、壺が盗まれると、はい、強子の壺がね、怪人仮面マスクによって盗まれるわけですよ。で天杉優作が捕まるんですが、これは無罪判決が出るんですね、うん、あの愛賀が結局犯人だということでね、はい、愛賀の家にあったんですよね。そうですね、愛賀の家に壺があって、うん、本人も自白したと、まあ、これはね、で指紋もついてたわけでしょ、はい、まあ、これは普通に有罪になるんじゃないですか、ね、自白とそんだけの客観的証拠があれば、はい、愛賀は窃盗罪の罪を負うことになり、まあ、天杉先無罪と、うん、でもこれあの1日で確定しちゃうんですよ、はい、普通ね、あの2週間以内に控訴するかどうか検討して、うん、はい、ね、その控訴がなければ確定するんですが、はい、この世界ね、無罪判決の翌日にはもう確定してますこの判決が。そうですね、うん、で最終的に天杉優作自体は一時不再審っていうね、はい、そのゲーム中では一時不再審、まあ、実際の言葉では一時不再理、はい、で、まあ、罪を問えないということになるんですよね、うん、うん、まあ、ここはいいんですよ、はい、ね、実際盗んだ愛賀が逮捕されて有罪になってるわけですから、はい、だからまあここのね、愛賀を弁護するとすれば、はい、まあまず現物を返しますね。お、壺、うん、壺をやっぱ返す、被害回復をする、はい、うん、でこれで実際被害はゼロになったわけですから、はい、うん、かなり上場的にはプラスになると思いますよ。で、あれ転売とかはせずに家の中に置いてたじゃないですか。そうですね、うん、だからあれを返せばいいんですよ、とりあえず。だからそれで示談できれば、まあ裁判前にやりたいけどね、そういうことはね、はい、裁判になる前に迷いちゃんに返して、迷いちゃんがまあ許しますみたいな一筆くれれば不起訴になるんじゃないかな。まあ頑張りたいね、迷いちゃんとの交渉を、うん、結構これ窃盗とかだと、うん、物が返れば、そこからこう裁判になるってケースは結構少ないってことです。物が返って示談ができれば、うん、うん、まあ慰謝料とか払うこともあるかもしれないですけどね、はい、迷惑料みたいなのね、窃盗とか詐欺とかに関しては被害回復されてるかっていうのはかなり重要です。裁判になっても上場の面でかなり大きいというところですね、はい。でまあちょっと気になるのは、天杉君はさ、まあ、仮面マスクとして窃盗は今まで何度もしてるわけですよ、はい、であの今回一時不再理の話出てきましたけど、はい、ね、一度無罪が確定したやつは、はい、もう罪には問われない、はい、それはそうなんですけど、はい、でも今回出た無罪判決ってあくまでクラインの壺の話なので、はい、今までに盗んだ事件はまた別なんですよ。ほうほうほう、その犯罪ごとの話なんでね、はい、だからまあ時効には当然なってないと思うんで、はい、天杉君が自白して、はい、まあ、天杉君が盗んだという証拠は出てくればね、はい、全然これからあの怪人仮面マスクとして罪に問われる可能性ありますんであそうなんですね、うん、気を抜かないようにしてほしいですねなんかね、普通に 最終はエンディングでも甘すぎたね、うん、よかったよかったみたいな感じで言ってますけどあなた余罪に関しては全然まだ罪問われる可能性ありますよとは 思いますけどね。そうなんですね、うん、そうですね、2話でそこからさらに KBKB の社長、はい、ブス島さんがね殺害されるわけです、うん、であのこれに関しては、まあ、真犯人は欲しいだけ愛賀さんね、
として有賀も最終的には自白してましたが、はい、うん、これもね、果たして証拠として有賀が殺害したっていう証拠あるかねっていうふうに思いましたね。有賀はね、偽造の写真とかを作って、はい、その犯行時刻に倉庫にいたかのような偽造はしてます、はいはいはい、でもそれは護道も言ってたんですけど、倉庫にいなかったってことは立証されてるけど、殺害現場に至って立証できるんですか、はいはい、なんですよ。で結局ね、これまあ有賀のミスで殺害現場にいた天杉くんの衣装について知ってるはずないのに、怪人仮面マスクの衣装着てたからね彼はって言っちゃうんですよ、はいはいはい、でそれは犯人じゃないと知り得ないんじゃないのっていうことで、まあ、自白するんですけど、これって、まあ、前も言ったかもしれないですけど、秘密の暴露って言って犯人しか知り得ない情報を言いましたねっていうことなんですけど、これはあくまで客観的証拠が増えるわけではなくて、自白の信用性を高めるだけの話ですから、はあはあ、うん、犯人が自白して、はい、ね、私がやりましたって言って、ほんまかって聞いて、いや実はまあ犯行現場でこういう凶器使いましてとか、はい、凶器はここに捨てましたとか、うん、で実際それは客観的事実あってれば、犯人しか知らんことこいつ知ってるってことは、この自白は信用できるんやなっていう話になるだけであって、はい、あくまで今回欲しいだけ有賀が自白したっていう証拠しかないんですよ。うん、ブス島さんを殺した証拠何もない、はい、現場にいた証拠もないし、うーん、なんかもうそれこそ指紋が残ってるとか映像が残ってるとか、はい、目撃者がいるとかもないし、何も証拠ない、無罪。無罪ですか。無罪いけるんじゃないかな、これも。あ、うん、まあその後ね、うん、自白をしたことによって、うん、犯行の様子を詳細に語って、それを裏付ける証拠が出てくる可能性はありますよ、この後ね、はいはいはい、さらに捜査して、うん、でもこれだけでは今証拠はないということなんで、裁判所の、ね、中では無罪になるんじゃないかな。これも無罪ですか。そうなんですよ。で1話2話とね、殺害についてはなかなか有罪だから、検察官もっと頑張れよっていうことでもあるんですけど、いけるぞこれは。なんかもうちょっとその自白偏重ではない捜査をしてほしいですね、はいはいはい、もう明らかに自白頼みで裁判乗り切ろうとしてる感じが被告人はもちろん否認してるし、客観的証拠もないのに、もう起訴しちゃってるっていう、ね、非常にずさんです、うん、まあこれ結局、まあ、クラインの里のものがねきっかけでここまでの事件になっちゃってるわけですけど、はい、やっぱ一番思ったのは、まあ、クラインの里で秘宝店やるぐらいやっぱすごいとこなんやなっていうあ、そうですね、確かに。うん、あんななんかね大きいね高菱屋でね人集めるぐらいやっぱいろんなもんあるんやなと思った。この前ツイッターでありましたよ、実際奈良のね、あれね、なんか七支刀がね、はいはい、出展されてましたけど、あるんですね七支刀って実際に。なんかフィクションだと思ってました、七支刀というものの存在は。多分なんかいろんな裁判以外にもゲームとかに出てくるみたいですよね。出てくるから、それぞれのファンの人がこう観察して、あれだあれだって言って、うん、その場所の奪い合いを七支刀を奪い合ってましたね別に奪い合ってない、うちの七支刀やぞということでね逆転裁判以外でも出てくるんですね、みたいですね。うん、でもこういうさ、クラインの里実はすごいよっていうのが後々信憑性が出てくるんですよね、5話ぐらいでね。ああ、そうですね、確かに、うん、本当にすごいとこなんやここはっていうね、社会への影響力とか、うん、まあ、裏付けにもなってるんですよね、これが、うん、いやこの辺までは楽しかったな
最後は、ね、楽しくはあったと思いますけどね。ね、しないでくださいとか、ツッパーリとか言ってるのが楽しかったな。ゲームやってましたね、この辺りまでは。まあ、次の3ぐらいまでは。はい、まあ、3もね、3は。ね、なんかニコニコしながら僕もやってましたけどね。コミカルなシーンも多く非常に良かったです、はい、ね。3ね、はい、逆転のレシピ、はい、これでね、まあ、いいキャラ出てきましたよ、ここもいっぱい、はいはい、確かにね、まあ、まこちゃんが久しぶりに出てきて、はいはい、ね、あ、なんかこんなことやってんや今みたいな、はい、で、まあ、芝久蔵、虎之助、本土坊、浦美ちゃん、濃いね、濃い3人出てくるね、ここね。いろんな人、ね、うん、で、岡隆夫さんがね、殺害されて、これね、難しい事件やったね、うん、最終的には、まあ、真犯人、まあ、岡隆夫を殺害したのは芝久蔵、虎之助だと、うん、で、本土坊さんは、死体を運ぶのを手伝ったし、うん、浦美ちゃんはその岡隆夫さんが亡くなった後、芝久蔵が、変装するんですね、はい、岡隆夫さんに、うん、まこちゃんが殺害したかのように思わせるために、うん、はい、そうですね、目撃者に見せるために芝居をして手伝ったということなんですけど、はい、うん、まず、真犯人芝久蔵虎之助ね、はい、うん、まあ、毒を入れて殺してるわけですよね、はい、で、毒は実際コーヒーの中から見つかりました。で、まあ、被害者と、芝久蔵虎之助が、一緒にいて打ち合わせをしてましたっていうのが結構証言に出てくるんですよ、はいはい、結局本土坊さんの証言とかで、亡くなる直前まで2人は話し合いしてたっていう証拠ある。コーヒーから毒薬は実際に出てくる。で、芝久蔵も自白をしている。で、動機もある。あの、1億円必要だったんですよね。そうですね、1億円必要。屍組からね、お金要求されてて、事故の件でね。これはまあ状況証拠とか全部合わせて、合わせ技一本で有罪になる可能性はあるかな。これも最後はまあ自白ですけど、うん、このケースはそうですね、自白だけじゃないですからね。自白以外もあるからっていう。これちょっと怖い話だけど、毒薬の事件、有名な事件ありますけど、うん、あれは結局状況証拠だけでなんとか無理やりね、うん、有罪にして、まあ、あれに関しては冤罪じゃないかって結構未だに言われてるのありますけどね、うん、だからまあ難しい。まあ、あとやっぱり芝久蔵が後々岡隆夫の変装をしてるとかね、はい、明らかな隠蔽工作をしてることは発覚するわけじゃないですか、うん、うん、まあ、これも一つの証拠にはなるかもしれないですね。あ、うん、実際自分が殺したからこそこんなわけのわかんないこといっぱいやるわけでしょうと、うん、ね、それはもう他の人が喋っちゃってるわけですから、はい、浦美ちゃんも本土坊さんも、うん、ね、協力しましたって言って、はい、まあそうね、今回共犯者がいたからこそ、うん、確かに共犯者の証言でいけるか。ああ、そうですか。そうだわ、その物的証拠だけじゃなくて、はい、共犯者2人が芝久蔵がやりましたって言うわけですから、はいはい、まあ有罪でしょうね、うん、まあ上場の余地ってなかなかないですよね、これね。あ、まあそうですね、まあ、もちろんね、その屍組からね、うん、脅されてたっていう状況は分かりますし、はい、お金が必要なのは分かりますけども、もともと自分がね、まいた種ですし、うん、あの、それを人殺してね、お金取っていいわけじゃないし、で、やっぱりその殺害後の行動はかなり悪手ですよね。隠蔽とかっていうのは、隠蔽も、しかもものすごい計画的じゃないですか、うん、やっぱ殺人事件、まあ他の事件もそうですけど、
計画性が高いというのは上場面でかなりマイナスになります、うん、まあ一人だけ殺害なのでなかなか極刑にはならないかもしれませんが、うんね、無期懲役に近いかなり長期の懲役刑になるんでしょうな、うん、弁護難しいねこれは。どんだけ追い詰められてたのかとかね、そのお金のことでやっぱそれがとても怖かった、うん、ね、屍国に逆らったこんなことされる予定やったとかそういうことを言うかもしれないですね。うん、もう切羽詰まってどうしようもなかったんですっていうことを言うぐらいしかないかな。でちなみに本土坊さんは、うん、まあ死体をね移動させているというか、まあこれは証拠の隠滅をね手伝ったというわけで、借金があって脅されてみたいな、で当然計画には参加してませんでしたっていう話をして、この殺害の事故が行われるのは知りませんでした当日まで、で目の前で殺人事件が起こって急に言われてもう動揺してたし弱みも逃げられてるから手伝わざるを得ませんでしたって言ってね。でまあ死体を移動させたくらいじゃないですか。まあ、まこちゃんに何かするっていうのは知らんかったって言ってたはずなんですよ。まこちゃんに罪を着せるつもりなんてなくて、うん、ただ言われた通り死体を運びました、うん、でまこちゃんも運んだのかな、うん、ぐらいなんで、まあ執行猶予行きたいね、さすがに本土坊は。うん、いけるんじゃないですかね、うん、で浦美ちゃんですよね問題は、はい、浦美ちゃんはまあ多分計画段階から入ってるんですよこれは、うん、ね、殺した後にこういう芝居打って他の人にね罪を着せようっていうのはあるから、まあ犯行を協力したというよりはその後偽装工作を協力してるわけですよね。そうですね、犯行には関与してないのかな。一人で行って芝生蔵が一人で毒入れただけですもんね、うん、だからまあ検察はもしかしたら事件全体についての共同正犯とか言ってくる可能性ありますが、これ何になるのかな。最初隠滅とも違うよな、他の人に罪を着せる幇助かな。でも犯罪の実行を容易にしたわけじゃないもんな。でも心理的に容易にしたのかもな。うん、その後犯行の後隠蔽工作手伝ってくれる浦美ちゃんが、っていうこともあって犯行を心理的に容易にさせたっていうことで幇助っていうことになるのかな。これちょっと難しいです。なんか意見ある人ください。はい、専門家の方がいれば、うん、浦美ちゃんはどういう罪に問われる可能性があるのか。うん、僕はまあ幇助、殺人幇助かなという気はしてますが、はい、作中ではね特に何もお咎めなしだったようです、ね、うん、でエンディングにも出てきたからね。まあ、まあ罪に問われなかったのか、うん、まあ、問われたとしても執行猶予はついたんでしょうね、うん、はい、っていう感じでした。4話、うん、始まりの逆転、この辺からまたね大変な話が出てくるんですけども、あの千尋さんの初めての法廷で被告人がお涙満ちるですね。で、被害者が宮柳勇樹、はい、警察官です。はい、でまあ脱獄して、なんかそう、あの護送車から逃げ出したのかな。で、宮柳勇樹と会って、で宮柳勇樹を殺害して車の中に入れたというふうに言われてるわけですね。これはですね、まあ結果的に真犯人は宮柳千波ですよね。まあ悲しい事件で、まあ弁護するも何もこの件に関しては罪に誰も問われてないんですよね結局。そうですよね、うん、お涙さんが法廷で服毒自殺をしてしまい、裁判自体は被告人が亡くなったということで、
終わるわけです、はい、でこれに関しては刑事訴訟法の339条で、次の場合は決定で控訴を棄却しなければならないと、はい、控訴っていうのは、裁判を、まあ刑事裁判ですね、要は刑事裁判をその手続きを打ち切りますっていうことです、うん、でその中の、339条1項の、4号ですかね、被告人が死亡しまたは被告人たる法人が存続しなかった時っていうのがありますので、まあ、これに当たるわけです。でこの条文によって控訴棄却になり裁判は終わるわけですね。だからまあ、誰も罪を問われてないと。でまあ真犯人は宮城千波なんじゃないかという感じで終わりますけども、別にそこは訴追されてないですね、この件についてはね。だからまあ真犯人弁護も何もないか、ここは。そうですね、ただただ悲しい事件ただこれ三つ麦がね、はい、検事で出てきて、うん、三つ麦ってね、なるほどと対峙するまでは無敗だったというのが言われていたので、うん、それより前のエピソードということなので、うん、まあ言ってしまえば無罪になることはないっていうのは分かった上で、どういうこう、ああっていう楽しみ方もできる。あ、賢い人はそうやってやるわけですかっていうなんか見方もあるし、そこまで初見で整理してできますかね確かになかなか初見では難しいですけど、まあ、それを覚えていれば、ミスルギってそういえば無敗と言われてたと覚えていればちょっと謎解きとしてむずすぎかも、うん、そうですかね。そうじゃないですか。いやまあそういう風に楽しんだ人ももしかしたらいるかも、ね、そんなもう目の前のことに必死ですからこっちはね、まあ、そうですか。そうなんですよ。そう、あとそんなことをね、千尋さん知らないですから、まあ、そうです未来の話はねすごいですね、入り込み方が。未来を見えてる人誰もいないそれが裁判なんですよ。まあそうですね、ちょっとすいません、ね、楽しないでください、はい、楽しようとしたら時系列推理やめてくださいいや、これそういう楽しみ方もありますよ、うん、でもお涙さん、いやなやっぱちょっとやっぱ宮城ちなみ幼すぎるのに恋人やと思ってたとこちょっと引っかかるな、やっぱあれだけは未だに、まあまあ騙されたんでしょうけどね、うまいこと、まあ、それぐらいこう宮城ちなみという人間が恐ろしいっていう何か描写なんかの人間をね、はい、コントロールする力が人心掌握に長けてる、うん、存在だっていうことなんじゃないかなと僕は思いましたけど、あんなでもまあいう純粋そうな人の方が騙されやすいっていうことなんですかね。で5話、はい、うわこれが難しいんだよ、はい、そのうわこれをやらないといけないのか華麗なる逆転、天竜さんエリスさんが被害者ですね。まあで被告人があやめさんになるわけですよ、はい、ね。で、これはちょっと本当にいろんなことが起こって、誰を真犯人とするかはあれですけど、結局最終的に迷いちゃんが、殺害されそうになっていました。で天竜斎エリスが千波を、霊媒して、その、千波が殺そうとしていた、はい、襲われてた、はい、でそれを護道が待ち構えていて、うん、後ろから刺したという事件なわけですよね、はい、で真犯人としては護道になるわけですね、はい、そうですね、うん、でこれは本当に法的に非常に難しい論点になります。はい、覚悟してください。覚悟、はい、まあ護道はね、はい、結局迷いちゃんを守ろうとしたわけですよ、はい、暗闇の中で襲われて迷いちゃんが殺されそうになっている、うん、
だからそこに飛び出してきて、うん、ナイフで刺したと、うん、あれですかね、仕込み杖、杖のやつですね、はい、だから仕込み杖を拾って刺したわけですよね、うん、そうですね、はい、でこれに関しては、まあ殺人の実行行為はあるわけです、はい、で、検討すべきは正当防衛が成立するかどうかです、うん、で正当防衛っていうのは、まあ、自分イメージしやすいのは、皆さんがイメージしやすいのは、自分が何か攻撃を受けてる、危ない、命の危険があるってことでやり返しました、うん、これはあの正当防衛の一般的な形なんですが、はい、第三者が危険にあってますと、うんうん、その時にその危険を排除するために何かしら加害行為をした、うん、これも正当防衛になるんです、はあはあ、ただですね、問題は護道はこういうことが起こると、うん、綾里迷いが襲われるってことを予期してたわけです。だからこそ先に行って待ち伏せしてたわけでしょ、うん、こういうことは起こるかもしれない、起こったら自分が止めるのか、そう積極的にね攻撃するのか。じゃあ予期してた時にも正当防衛って成立するんですかっていう論点があるんですよ、はいはい、ね、ここで正当防衛の条文を見てみますと、刑法36条です、はい、旧泊不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為は罰しないと。で今いくつかありましたけど、今回やはり問題になるのが旧泊不正、一つ目旧泊不正、予期してたじゃないかっていうとこなんですよ。で例えばね、あの相手をこう挑発して、うん、おいおいおい、なんか調子乗ってんな、殴りかかってこいよって言って相手怒らせて殴ってきたから、おい殴りました、正当防衛っていうのはこれはダメなんですよ。うん、これはねやっぱ旧泊性がないとされる、はい、うん、のまあ典型例なんですよね、はいはい、でこの流れで予期していた場合最高裁判例があるんですよ、ね、でざっくり言うとですね、うん、予期してただけでは旧泊性なくならない。ざっくり言うとね、はい、予期してた、こういうこと起こるかもなって予期してただけでは旧泊性の要件はあるとされるんで、はい、正当防衛成立する可能性高いんですが、予期してた、じゃあこれを機に相手を痛めつけてやろう、場合によっては殺してやろう、はいはいはい、でよっしゃよっしゃって言ってその現場に行った場合は、はい、正当防衛成立しない方向に大きく傾くというのが最高裁であるわけですよ、判例としてね、はいはい、だから今回の護道がどうかっていうことなのよ。あこれはね、護道自身も、はい、まさにここで迷ってたんですよ最後。そういう性格ありましたね。うん、まあ確かに迷いちゃんを守るためにね、はい、自分は行ったんですけど、うん、でもそのこれは綾里舞子かもしれないし、うん、ハミちゃんかもしれない、うん、っていうのは頭にあったのに、うん、宮柳ちなみに対する復讐の気持ちが自分の中にあったんじゃないか。しかもあんだけ犯行計画分かってたらさ、うん、まあ警察に言うこともできたし、それこそなるほどに言うべきやったのに、うんうん、なるほどに自分は言わなかったと、うん、だから本当に守りたいわけじゃなかったんじゃないかっていう、ただただ復讐したかっただけなんじゃないかっていう、護道の迷いそのものがやっぱりこの正当防衛の成立を結構危うくさせるかな、はい、体格的にもね、護道、うん、はすごい体大きいわけじゃないですか、うん、男性で、うん、その結構ね、うん、こう体大きめの男性でさ、力もあって、うん、もうマグカップ握りつぶせますから護道は砕いてましたね、マグカップを片手で握りつぶせますからなかなかの力です。それぐらい強い人間が、うん、ちなみを別に止めることはできるんですよ正直、まあ、殺す必要はね確かにない、殺す必要ないじゃないですか、うん、体格差がまず全然違いますし、う
で相手が武器を持ってるとはいえ、こっちは背後から近づいて相手に気づかれない状態で目の前まで行けてるわけですよ。その状況で日本刀で刺しちゃうってちょっとやっぱやりすぎですよね。正当防衛の意思があったとはいえ、まあ、正当防衛が成立しないっていう可能性はそもそもあるし、防衛の意思はあります、まあ、正当防衛一応要件、ね、ある程度揃ってるけど、まあ、過剰防衛っていう、ね、可能性があって結局違法性は残るっていう可能性もあるんで、まあ無罪にはできないかもね。護道は復讐が結構一番の目的になっていたという、客観的にも本人の気持ちだけでもなく、客観的にもそうだなっていう、正当防衛が成立しないぐらいのとこまでやっちゃってるね護道はっていうのがあります。でもまあ弁護するならね、もちろんまず最初に正当防衛は主張しますよ、まあ、正当防衛認められませんとなったとしてもね、でも実際目の前で迷いちゃんが殺害されそうになってたという事実はあるわけですから、それはあるかなりね情状酌量の余地はあるというふうにはなると思いますよ、その正当防衛として、ね、罪がなくなるというところはなくても裁判官はそこは当然考慮してくれるというふうに思います。で実際まあ正当防衛の条文にも、まあ、刑法36条なんですけど2項でね、防衛の程度を超えた行為、まあ過剰防衛ですね、要は、まあ、情状によりその刑を減刑しまたは免除することができるっていうのがあるんで、まあ免除まではなかなかね結果も重いですし、人は亡くなってるわけですからいけないにしても刑の減刑ぐらいまではあるかなという気はしますね。まあマイナスの面もあるよ、情状面で、やっぱ検察官だっていうのはかなりねマイナスだと思います。そこはかなり響く。なぜなら一般の人よりも、あなたは法律に詳しくて、こういうのが正当防衛にならないって、頭でも分かってたでしょうと、言われる可能性はあるんですよ、人よりも高い知識とモラルを持って叱るべきなのに、まあそれはダイレクトにそういう判断になるか分かんないけど、なんとなくそういう心象にはなるかなっていう気はするし、警察の協力も一般の人よりも仰ぎやすいじゃないかとか、いろいろあるね。あとやっぱ証拠を隠滅してるっていうのはね、あとね、そんなことする必要あったのかな。そうね、だから迷いちゃんが疑われるために証拠を消したっていうなら、いや警察に全部話せばっていう、そもそも全部本当のことを言えばって、でもそれを言わなかったっていうのはやっぱり正当防衛が成立しないっていう後ろめたさがあったのかな。だって別に警察すぐ来たわけだから、その後ね、こういう事情があって、僕は正当防衛でしたって言えばさ、ハミちゃんと迷いちゃんは修験道にいたわけだから、護道が全部説明してさ、ちなみに霊媒しないようにすればよかったのに、確かにそこも護道のミスだね、混乱させて周りを、またでかいの出ましたけど、冷静な判断能力がなくなってしまってんだ、やっぱり人を殺めてしまったということによって ね、まあ復讐心もこうね、しその罪悪感もあったのかもね、悲しいよ護道、でもやり直せるまだ護道は、まあ今言ったみたいに情状面でまあかなりね良くない部分もたくさんある、もう今見てきたように、でも組むべき事情も当然ある、ね、それをね分かってもらいたいですね、まあ、でもこの事件も意外とこの関わってる人の罪っていうのもちょっと気になるところは、そうですね、まあ、あやめさんは、
まあ証拠隠滅でしょうね。うん、まあ死体損壊とかもあるかもしれないけども。七使徒をね刺した。けどまあ殺害自体には別に事前の共謀とかもなかっただろうし、その罪を負うことはないと思いますが、まあすぐ戻ってくるみたいな話もありましたからね。まあ執行猶予に持っていきたいけどね僕なら、懲役まで行かずにね。だからまあそうじゃない、それぐらいじゃないですか。なんとか事情説明して執行猶予いけるんじゃないかな、あやめさんは。あと、きみこさんは何か。ああ、きみこさんね。きみこさんは殺人教唆ですよね。手紙によって殺害計画をハミちゃんであるとか、ちなみに連絡取ってやってたわけですよね。確かに死刑囚、おそらく死刑囚ですよね。まあ直接的な あれは描写はないです。でも刑の執行を待ってるって言ってたでしょ。待ってるみたいなこと言ってましたね。うん、で事件から結構経ってるもんね。そうですね。もうそんな懲役刑だったらそんな長期間、ね、刑務所行くの待ってるっていう、別にもうすぐ執行という意味ではすぐされるからね、はいはい、執行を待つってなるともうそれしかないからね。だからまあ理論上はもちろん死刑囚であろうと犯罪を犯せばね罪に問われると思いますが、検察もそこまでやらんのちゃうかな。だってもう死刑にいつなってもおかしくないんですよ。そんな人を裁判にね引っ張り出して裁判する、しかも直接のまあ被害者、まあ、それに関しての被害者、まあ、迷いちゃんは危険に侵されたけども、ね、実際実行までに至らなかった計画じゃないですか。で理論上はもちろん殺人教唆という罪になるけども、まあ、結果未遂に終わってるし、まあ、起訴されることはまずないでしょうね。え、これゲーム？これゲーム？ゲームです。ゲームです。はい、え、その R 指定は？いや、R 指定とかないです。R 指定です。R 指定ないのこれ？本当？小学生がやってもいいやつ？小学生ぐらいができるかな。ちょっとはい。できます。一応気にしてないです。小学生無理じゃない？当時何？これゲームボーイ？何？ゲームボーイアドバンス。当時の小学生さ、意味わからんすぎてゲームボーイアドバンスにカレーぶっかけてたんじゃない意味わからないでしょ、こんなゲーム小学生がやっても意味わかんないんですよ、カレーはかけないんです。カレーぶっかけてたと思いますよ。芸人の陣内さんはね、昔目悪すぎて、メガネ外した状態でね、ファミコンにカレーそっとかけちゃったらしいですけどお皿と間違えてね、カレーかけたっていう有名な話あるんですけど、ファミコンにカレーをそっとかけちゃったらしいですけど、その状態が日本全国で起こってたんじゃないゲームボーイアドバンスにカレーかけてたんじゃないかけないです。ちょうどよくカレーはないでしょうしね、そんなタイミング。 そうか、あったらついかけちゃうんじゃないかな、当時の小学生。それぐらい難しい話でしたけども、いやちょっとロスというかさ、ずっとこう思い返しちゃうね、食らってるという状態ですかねこれは、僕も。だから今回なんか真犯人弁護もしんどかったな、なんかちょっといつもね、煮え切らない感じが多いでしょう。なんかどんよりとした空気感、やっぱ悩ましかったんですよずっと、はいはい、まあまあでもそういうわけでね、まあこれで逆転裁判3は一件落着ということになりました、はいはい、ね、真犯人の弁護もできまして、はい、でなんかコメントとか、ね、あの X の、ね、ツイートポストとかもいっぱい見させてもらってるんですが、はい、本当にたくさんの方がすごい見てくださって、はい、同時接続 1.3 万人とか言ってたんですよ。あ、みたいですね。すごいじゃないですか、はい、でみんなありがとうありがとう、
今までありがとうございましたみたいなコメントはいっぱいありますけども、はい、終わってないですよ今まで1年間見れてよかったですみたいな、はい、フィナーレ感出してる人多すぎえ、なんで？さあ、よみがえる逆転もやるし、はい、その後いっぱいあるよ、4、5、6まだやってないしさ、はい、大逆転裁判になるでしょ、はい、逆転禁じあるでしょ、はい、何フィナーレ感出してるのやばないフィナーレ感出した人反省してくださいねとりあえず一区切りで今までありがとう、勝手に区切らないで何も終わってない、なるほどの物語はまだね、残ってるのありますからね、残ってるというか終わってないから今もなお今もなお続いてるから、はい、みんなの人生と一緒続いてるんですよ、まあ、終わらせないで勝手にね、ね頼むね、これからも続くからさ、てかもう来週から多分やるからさそうですよ、ね、蘇るから順番にやるんで勝手に離れないで、うん、もっともっと巻き込んでいってチャンネル登録もして、はい、ということで、では来週またお会いしましょう。ありがとうございました。